株式会社ハブはイギリス風パブチェーンのハブと82アレハウスの経営を行う企業ロイヤルホールディングスグループ1980年頃のダイエーは売上高1兆円を超えておりドムドムハンバーガーコ戸ベランプ亭ホルクスビクトリアステーションビッグボーイといった外食産業をいくつも作っていたダイエーの創業者である中内は イギリスにおけるパブ文化を日本に持ち込もうと考えた。中内の考えるパブ文化とは日本の居酒屋文化が食べながら飲むスタイルであるのに対し、パブ文化は飲みながら会話するスタイルであることだった。長いはせずに一杯か二杯飲んでその日、1日をリセットし、明日の活力にする場である。1980年に 大英の子会社として株式会社ファブを設立し、同年3月には神戸市に1号店を開店したが、通常の居酒屋のように店員が客にオーダーを取りに行くのではなく、イギリスのパブで行われているキャッシュオンデリバリーを取り入れた。オーダー制の方が客単価が上がるという意見もあったが、一杯を飲んで空になった後でも居続けられるような店の方が、 裁縫する客も多く結果的には売り上げが増えるという考え方からキャッシュオンデリバリーが採用された。1983年頃には今後10年で1000店舗に拡大するといった目標も掲げられたが、採算の合わない店舗も多く、1986年には事業再編成となり、旧会社は同じく大英市会社であった株式、会社キャプテンクックの一部門にとなった。 店舗として、ハブの屋号は存続し、六本木店や渋谷店といった一袋寺店舗も営業を継続したが、イギリスのパブ文化を日本にというコンセプトは中断されることになる。1989年には、再度の大英グループの外食業再編に伴い、キャプテンクックから株式会社力車マーに営業上とされる。1995年、 大英本体から金鹿健一が力者マンの社長に着任する。金時家は外食は門外館であったため創業当時の原点に戻ることを決めると旧会社からの再古産であった大田強氏にイギリス視察を命じた。洋風パブから英国風パブレット店舗のコンセプトを根本から見直し、1997年には 池袋東口店をプロトタイプとして開店させる。翌1998年には大英が資本金を投入し、大英ホールディングコーポレーションの子会社として株式会社ハブが設立される。2002年には大英が保有する株式会社ハブの株式を紫本社加藤義和元社長21レディン2乗と。 カト基地の連結し会社者となるようなこともあったが、2006年には大阪証券取引所ヘラクレスに上場を果たす。2017年2月27日には東京証券取引所市場第2部に市場変更し、同年12月4日には東京証券取引所市場第1部に上場した。2017年2月期の時点では18期連続増収を記録しており、 2017年4月には100店舗を達成している。ありがとうございます。